鳴沢ゴルフクラブに来てくれてありがとうございました。おはようございます。ゆきです。台風がちょっと去ったんで過ぎた。今日はちょっと場所も涼しいんで、皆さんいつもよりいい感じに回れるかなと思ってます。ただここグリーン難しいんですよね。そうです。そうです、はい、キャディーさんに聞いてください。いいスコアで回れるように頑張ってください。します。お願いします。ゆっこちゃんは今日はパー3 の, あのニアピンのやつをやってますので、写真撮ったりとかしてください。はい、おはようございます。はい、今日は天気も良くて最高のコンディションなんですが、コースはかなり仕上がってて難しい状況になってます。ラフも長いし、グリーンもすごい速いので、いいスコア目指して頑張ってください。いいヘアネット。そのコンディションがそのまま残ってるそうなので、皆さん楽しんでやりましょう。はい。で、QT ファースト取ったんだね。はい、おめでとうございますの海人くんです。はい。おはようございます。海人です。今日はアスリートゴルフチャンネルの鉄筋さんもいて、はい、僕らのチームのジュニアも参加させていただきます。はい、皆さんどうぞお手柔らかによろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、OKOK。 ありがとうございます。322ヤード。おー、やりました。あ、やべ、やっちゃった。さよなら。あ、めっちゃ近いの近くで当たる瞬間にちょっと消えたい。さすがホームコース。メンバーとしての第一ショット。はい、顎高かったですか？ん？顎高かったです。うん、17回パー3で悲劇ですね。やっちゃったよ。基本楽しくだから。楽しくレジャーなんで、これですか？ね、レジャーなんで。レジャーなの？はい、レジャーなんで。ピンを見て、一番手前のボタン、はい、手前、はい、のボタンを押しながら旗を見る。ゆうこちゃん、今まで一番近かったのは何ヤードくらいまで来たの今日は？ニアピンは、うん、多分ですけど、あのジュニアの男の子は多分近くでバーディー取ってました。おお、はい。小学生たち強いでしょ。めっちゃ上手。いい球打ってる。オッケー。どの辺狙いますか？え？ピンですか？ホール、カップです。あ、なるほど。カップです。よいしょ。おお、いった。さあ、ホールだ、ホール。おお、ナイスです。いったね。あ、やっぴん取っちゃうかも。46で回りました。99です。僕は100切れるんです。え、ドライバーこうやって握ってんの？こうやってこうするの。ここだけこうして、こうして、そしたらだってこうするしかできないんですよ。これこうするしかできないんですよ。こうだから、こうだからね。そう、内線を外線するしかできないんですよ。そう、返しやつ、返ししかできない。だから返せるよ。いいじゃん。うん、かっこいい。窮屈ですね。やればできる。またぜひ来年も、ね、たい。夏合宿。夏合宿やりたい。大人呼んで。大人呼んで。高いから。いや、だって平日だとそんな高くない。まあまあ、そういうプラン作ってくれる。プランを作ってもらって、まあ、一緒のとこ泊まってジュニアと一緒に練習をして、
リンゴローフオープンに臨むっていう。それはいいかも。夏合宿やろうよ、2日間、はい、打った時の肩の高さで、これで持った時の肩の高さ、これが肩の下がるんで、はい、それで順手に持ち替えて打つと、ダイナミックロフト下がる。ありがとうございます。ちょっとやってみてください、はい、今度なんか測定した時にダイナミックロフトいくつ、これが15度ぐらいになってると、5度ぐらい下がると、このヘッドスピードでもっと球が伸びていくんで、うん、足の線に振りつつちょっと開いた形で足の線でもドライバーに関して素晴らしい点満点お疲れ様です。3番ホールで皆さんのパースピードもちょっとさせてもらってたんですけども、やっぱりギャラリーいると皆さん失敗する確率が結構多いようで、結構手前10センチが高いんじゃないかな本当は違うだろうとあったかもしれませんが、あの面白かったです。僕はちょっと手前すぎて、すごい。中学はおいくつなんですか？中学1年生。中学1年生なったばっかりだ。ね、おめでとうございます。1位がアウト32、イン38、グロス70。小杉飛翔くんです。はい、小杉くんは新幹線ここの組にいたんだ。13歳の小杉飛翔です。中学1年生です。2アンダーで70です。おお、すごい。今スイングを改造してるんで、もっと練習して、もっと振りやすくなって飛ばせるようにして、バーディーを量産できるようなゴルファーになりたいです。はい、頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、リゴルフオープンの一般の1位の人、はい、トロフィーをお渡しください。はい、ありがとうございます。